フベント・ゲレーラは、メキシコのプロレスラー。本名、エドゥアルド・アニバル・ゴンサレス・エルナンデス、メキシコシティ出身。父親は、メキシコの名レスラーと言われるフエルサ・ゲレーラ、いとこにはフェーリア・ゲレーラがいる。リングネームのフベントは、若者、ゲレーラは、選手のという意味である。ペペカサス、カシカマラのルチャリブレの英才教育を受ける。 プロレスデビューは1992年3月13日。ニューメキシコ州、ヒダルゴ軍のトリプル a のマットでのデビュー後は、メキシコの団体を中心に活動する。この時期はレイ・ミステリオとの構想が中心で、それを通じて人気も高まっていった。メキシコでの活躍の後、イカップリング・ウィズを経て1996年に WCW に入団。 同時に覆面レスラーのフービーエとリングネームを改めた。WCW ではクルーザー級戦線を中心に活躍し、両の一員としても活動した。また、メキシコ時代は構想相手であったレイミステリオと共にタッグ王座も獲得している。1998年にクリス・ジェリコにマスカラ戦で破れ素顔になる。WCW が提携していた新日本プロレスの IWGP ジュニアヘビー級王座も WCW 所属中の1999年11月に獲得している。2000年7月、薬物問題を起こして WCW から解雇された。解雇後は、リングネームをフベント・ゲレーラに戻し、フリーランスのレスラーとして多くの団体に参戦するようになる。メキシコでは CMLL やプル a アメリカでは ティエネを中心に活動した。日本では2001年6月からプロレスリングのアえ参戦した。2005年2月にはハッスルへも参戦している。2005年4月に wwe と契約。リングネームをフベントとする。2005年6月18日の船木戦でスマックダウンに登場する。6月23日にシコシス。 スーパークレイジーと共にメキシクールズを結成し、リーダーとして活動を開始する。部との対決の後、FBI との抗争の中で、10月の PPV のマーシーでナンジオからクルーザー級王座を奪取する。クルーザー級王座の中心レスラーとして活動し、11月にナンジオのギミック上の出身地であるイタリア工業の際に一時王座を失うもすぐに脱回し、 12月の PPV アルマゲドンでキットキャッシュに敗れるまで王座を維持した。2006年1月6日、WWE を解雇された。その後はメキシコのトリプル A 所属となり、メキシカンパワーズのメンバーとして活躍。ありがとうございます。